いつもよりも少し遠くまで足を伸ばして、やけに気持ちは静かで、どこかはぐれてしまいそう。街はまだはしゃがない、なのに一体どこまで行くつもり。茶楽の森に迷い込んだようだ。忘れちゃったんですけど、今日は結構考えたんですけどね。あ、なんかあれです。悩み事ってすごいなくなると嬉しいんですけど、あれです。すごいこの毎回曲を決めるとき、どういう風にしようかなって思って結構。悩んでたんですよ。それがなんかもうしなくていいんだと思うとちょっと寂しいですよね。なんか
今日そんなテンションで行こうかなって思います。さっきやった曲は、おおはた雄一の真昼の東京って曲です。あれですね、結構だからどっか旅立つ人ですかね、やっぱ人が変わったりするのかな、わかんないですけど自分を変えずにマイペースで就職してどっか行っちゃうんですけど、マイペースで行きたいと思います。次、まああれですね、次はフューズって曲です。Thank you.
ありがとうございます。そうですね、これでウェットは終わってしまうんですけど、最後にやっぱり言っておかなきゃいけないことというかあって、その後輩にすごい助けられたなって思いました。この4年間後輩先輩だったですね、まあ、同輩たちはもちろんなんですけど、特にやっぱり先輩になるにつれて後輩にすごい助けられたなって思います。で、あの鳥の前なんていうんですか、人の位は相手が決めるってよく言うじゃないですか。だからなんか俺も偉くなったなって思います。それはやっぱりみんながそう思ってくれてるというか、自分だけが思ってもやっぱそういうのって表現じゃなくて達成というか形にはならなくて、このなんか大切な役回りをそうですね、やってくれて本当1年生には感謝しています。ありがとうございます。で、なんか1年生もなんか多分今回のライブで失敗したかなとか思うかもしれないですけど、4年生は結構楽しんでやってるので楽しい。泣かないで。ありがとうございます。1年生が楽しんで、4年生が十分楽しんでるんで、なんか失敗とかあんまり気にしないでください。100点満点だと思います。多分反省とか出るかもしれないですけど、本当に楽しい大学生活でした。あとあれですね、これから社会人になるんですけど、やっぱ音楽は続けていきたいかなって思うんですけど、やっぱり 100% はできませんよね。大学ではやっぱり 100% 好きなことができる場所かなってちょっと思ってて、だから自分の好きなことをたくさんやれればいいかなって思いました。だからもしなんかやりたいことができないっていうのはもったいないので、なるべくそっちを優先して勉強とかは置いといて、あとで多分どうにでもなると思うんで、留年とかすれば。どうにでもなってない。なるほど。そういう感じで、じゃあ、あ、はい、すみません。そういう感じで、じゃあ、ちょっと終わり。ああ、そうっす。だから鳥舞なんす。鳥だった俺は自信持ってる。いきます。あ、曲は俺が一番最初にカバーした曲を、原点回帰ではないですけど、コブクロのエールをやろうかなと思います。一応、みんなこれからいろんなことがあると思うので、その込めて、この中で好きな歌詞は、寒さに負けないであなたの足跡、誰かがたどりよ、いつの日か、あ、いつの日にか、春の風になるとこ好きです。いきます。つぼみでも凍える冬を越えれば、ほら春が来るたびに鮮やかな花が咲くのだから、あなたが今日まで歩いてたこの道、間違いはないから、春には大きな君が花になれ、目を伏せ走り出す窓にもう戻れない、
安を希望だけじゃ断ち切れないでるけど今君は角で君は